こんにちは、うどんです。今回は AMD のグラフィックボードとしては最強の Radeon RX 6900XT を購入しましたんで、そのレビューをしていきたいと思います。でしかも今回購入したやつはリファレンスモデルっていう AMD 純正のグラボなんですね。今更かもなきにしもあらずなんですが、いろいろと見ていきましょう。というわけで今回はまずは開封やら外観チェックやら、中古なんでお掃除なんかもしまして、で次にスペックを簡単にご紹介、あと組み込みなんかもしていきます。で最後にベンチマークで性能チェック、 RTX3080 との比較や CPU の方も i3 と i9 とでの比較もしていきます。そんな感じでよろしくのほどを。でまずは開封なんかをしていきます。今回の RX6900XT ですが、実は中古のを購入したんですね。なので梱包が実家から送られてきた感ありますが、スーパーの花はさ。この AMD のリファレンスモデルも NVIDIA のファウンダーズエディションも、やっぱ純正は箱からしていいですね。高級感あります。AIB ボードメーカーのとはちょっと一味違います。ただオーバークロックとかはされてないんで、性能的にはちょっとだけ見劣りする部分もあるみたいですね。そしてパーカット開きますと Welcome to the Red Scene。 裏側にキーキャップもありまして、であとマウスパッドもあるみたいで、これまたレジ袋に入ってました。で若干タバコの匂いがあるんですが、中古なんでしょうがないですね。説明欄にも書いてあったんでよしとしましょう。で本体を取り出しますとずっしりとかなり重いです。プラスチックかと思ってたんですが、ほとんど金属っぽいです。おそらく銀の部分だけじゃなくて、黒い部分もひんやりするんで金属っぽいですね。やっぱ作りがいいですわ。で入出力は HDMI が1つ、ディスプレイポートが2つと、あとなんかタイプ C もありまして、ちょっと珍しいですね。でそして中古なんで掃除機で吸ったり、カラー拭きやら水拭きやらしたりでお掃除しておきます。一応起動確認だけはした後なんですけど、特に問題はありませんでした。でヤーニクサさんの方も1日もしたらなくなりました。でお値段なんですが、中古で13万5000円とまだまだちょっと高いんですけど、一時期よりかはかなり安くなりましたね。今後グラボはさらにどんどん安くなっていくでしょう。で6月7月あたりになってくると投げ売りになってくるかもですね。この辺が狙い目だと思います。でここからはスペックを見ていきましょう。大雑把なスペックの一覧はこんな感じで、今回比較する NVIDIA の RTX3080 なんかも一緒に記載してます。でざっと見ていきますと、アーキテクチャが RDNA2、これは今後 Ryzen の内蔵 GPU にも採用予定っていう最新の GPU アーキテクチャですね。でプロセスルールが7ナノメートルと、3080よりも微細化されてるんで電力効率が良かったり低発熱だったりしそうです。でコア数とか GPU クロックについては、数字で単純比較できないんですが、トランジスタ数としては 6900XT が268億と、で3080が283億と、ちょっと大きすぎてよく分かりませんが、3080の方がちょっと多めなんですね。でメモリは GDDR6 の 16GB で、で帯域幅が 512GB パー秒と、3080よりもちょっと見劣りするんですが、その分インフィニティキャッシュっていう GPU コア側に高速なキャッシュメモリが搭載されてまして、メモリ性能のボトルネック的なのを緩和してるらしいです。で TDP が 300W と、やっぱり消費電力は3080よりも低いみたいですね。で販売開始時の価格は 6900XT が1000ドルぐらいで、3080よりもちょっと高いんですよね。ただ RTX3090 は、1500ドルぐらいだったんで、3090対抗って感じでもないんですよね。実際の性能については、後ほどチェックしていきますが、大雑把に言うと3080対抗って感じです。なので定価で見るとちょっと割高なんですが、最近の価格は3080同等か、もしくは 6900XT の方が安いぐらいなんで、コスパが悪いってわけでもなさそうです。値段的には高いんですけど。でちなみにこちらは長尾製作所のディスプレイ台で、お値段は2216円でした。全く必要のないやつなんですが、リファレンスモデルなら飾るのもありかもしれないですね。
で今回の性能チェックの PC 構成をご紹介しますと、まずはケースですが、人食いケース改めお尻かじりケース、まあ、これを言いたいがために体張ってますが、まあ、これに組み込んでいきましょう。で今回は 6900XT と RTX3080 との比較の他に、まあ、CPU の方も 12900K の場合と 12100 での場合とでも比べていこうかと思います。まあ、CPU 性能によってどういった違いが出てくるのか、この辺を調べてみましょうってことですね。でその他のパーツですが、マザーボードが例の ASUS の Z690PRIME-A で、メモリが DDR5 メモリでちょっと高性能なやつで、その他もろもろって感じですね。であと中華の光るケーブルもこちらのケースに移植してみました。まあでもこういうのって配線ややこしくなるからちょっとめんどくさいですね。もう皆さんよくやりますわ。まあただ実際に完成してみると結構綺麗で謎な満足感があったりもしますけど、なんかいい感じですね。まあただラーデオンが赤にしか光らないんで全体的に赤にせざるを得ないんですが、ちょっと攻撃色になっちゃってますね。あー危ない、噛みつかれちゃう、お尻2つに割れちゃうこれでここからはベンチマークなんかで性能チェックをしていきます。でまずはシネベンチ R15 でのオープン GL 性能のテストですが、まあ、こんな感じになりました。まあ、やっぱり CPU 性能の影響がでかいみたいですね。で 12900K の場合ですと3080とでは314フレームと、で 6900XT とでは212フレームと、まあ、グラボ性能としては3080の方がいいスコアが出てます。で CPU が 12100 になると、まあ、いずれも6割程度のスコアに落ちてますね。で続きましてハンドブレイクでの動画のエンコードですが、まあ、これは 6900XT の方が微妙に性能出てる感じでしょうか。であとこれも CPU 性能が影響してる感じですね。まあ、ハードウェアエンコードなんであんまり影響ないと思ってたんですが、まあまあ CPU も関係してそうです。で続きまして FF14 ベンチですが、フル HD 最高画質の場合は 12900K の場合がいずれも31000ぐらいで、12100のスコアが25800ぐらいと、まあ、これも CPU 性能での差がでかいですね。まあ、ただ 6900XT と3080とではグラボ性能の差はあんまりないみたいです。で 4K になりますと逆に CPU 性能の差はなくなりまして、グラボ性能もほぼ同程度なんですが、まあ、若干 6900XT の方がいずれの CPU でも良いスコアが出てます。で FF15 ベンチになりますと 4K 高品質での差はいずれの場合でもほとんど誤差って感じですが、フル HD になると 6900XT の方がいいスコアになってます。であと CPU での差についてですが、 12900K の方がいずれのグラボでもちょっとだけ高いスコアが出てますね。で FF15 ベンチ実行中の消費電力ですが、 6900XT が最大 256W で、RTX3080 が 300W ちょっとってことで、まあやっぱり電力効率的には 6900XT の方がいいみたいです。まあプロセスルールがより小さいラデオンの方がこの辺有利になったって感じでしょうね。で APEX Legends フル HD 高画質設定のわちゃわちゃですが、おそらく上限の300フレームになってるんで正確な差はちょっとわかんないです。で 4K の場合ですが、まあ、いずれも144フレーム前後って感じで誤差の範囲だと思います。まあ、なのであんまり差はなさそうですね。でアセット交差コンペチですが、フル HD エピック設定の場合は 6900XT の方が若干良さげ で CPU 性能での差もちょっとだけありそうな感じです。で 4K になると逆に RTX3080 の方が少しだけいいスコアになってます。まあ、ゲームタイトルによって得意不得意みたいのがあるんでしょうね。で最後にマイクラをやってみました。まずは Java 版なんですが、 6900XT は、まあ、300から 400fps で、 3080は400から 500fps 平均って感じでしょうか。まあ、ちょっと振り幅が大きすぎるのと場面を統一してなかったんであんま正確な数字が出せませんでした。まあ、ただこれは OpenGL 性能らしいんで、まあ、先ほどのシネベンチと同様に若干 RTX3080 の方が良さそうです。で統合版の方でリアルタイムレートレーシングをやってみました。で 6900XT の場合 4K だと10から20フレームで、 FHD になっても最大 30fps と、
まあ、ちょっとカクカクで辛いですね。で、3080の場合は 4K でもフル HD でも上限の 60fps 出てるんで、まあ、問題なく遊べそうでした。やっぱりリアルタイムレイトレーシングはラデオン系ではまだまだ厳しそうですね。というわけで 6900XT のリファレンスモデルをレビューしましたが、まあ山なし、落ちなし、意味なし？いや意味はあるだろ。まあフラグシップモデルとしてはまだまだ NVIDIA には及ばない部分もありますが、まあリアルタイムレイトレーシングとか、まあただ価格に対しての性能についてはかなりいい線いってる感じですね。まあそして今年中にはラデオン7000シリーズも発売されるなんて噂もありまして、まあしかもかなり性能が良くなってるみたいなんですよね。まあ価格もちょっと上がっちゃうみたいですが、かなり期待できそうですね。てかなんかエロいな。で、あと CPU によるグラフィック性能への影響についてですが、まあ、4K 高画質とかでは CPU による性能差はほとんどなさそうでしたが、低画質でフレームレートが高くなってくると、まあ、CPU による性能差が出てきそうですね。まあ、とはいえビビタルさんのような気もしますが、今回は以上です。はい、ありがとうございました。なめこ、ネギ、かまぼことなるとで、わかめ、そして大根おろしと、ね、これが一体何になるのかっていうことですよ。